15分01。ふえあり15-01。まあこれが自己ベストでいいんじゃないかな。電源入れ直して途中で宅急便とかまた来そうな気もするんだよな。火をつけた意味がない。今のところで P になるタイミングがちょっといまいちわかんねえんだよな。P にならないのが普通だからさ、僕の場合は。なんか今みたいに P になるとちょっと焦るよね。危ねえな、危ねえことやってんな。今足場、移動足場に挟まれることだった。6面からが本番だけど、6面6はワールド6からか。ダメか。ダメだ。
怖っ。怖っ、ちょ、マジかよ、おなんだよ。ひでえなぁ、ワールド1クリアできねえのかよ。時間かかっても飛べるまでチャレンジするべきだったね。パターン崩れるとこうなるんだよな、やっぱな。今のもハテナブロックからぬるっといってね、乗ってるはずだったのに。なんだよ、乗れよ。乗れよ、ほんとに。乗りたいところ滑ってさ、乗らなくていいとこぶつかってんだもんね。これは今日もダメだな。フラワー花火。
ねえな、今の危ねえな組み方が。なんで B ダッシュしてんのに穴から落ちんだよ。1マスブロックの着地が本当に怖がっちゃってるわ。何でも今まで何でもポンポンいけてんのにさ、今までも。1ブロックのみの足場に着地するのがすごい怖い。危な
先の砲台がちゃんと乗れればいいんだけど、ここの砲台乗るのほんのに、うわギリギリじゃんね。ほんと苦手なんだよね。落っこちなくてよかったわ今。3の3の3と3の8とウェンディか。あと連続、まあここだよね。ここだけじゃなくてもさ、連続スターが割と苦手っつうか、あんまりうまくないよね。ワールド7の連続スターもさ、最初の連続スターの方が難しいわ。後半の連続スターよりもワールド7のパックン地獄は特に、特にね。
ちょっと危ねえな。ちょっと今助かったわ。わこ、こんにちの陽気はちょっとやばい感じで春ですね。春ですね、ブリューさん、ありがとうございます。やっと暖かくなってきて、なんか風が強いっぽいね。全国的に風強いんだろうか、今日は。うん、まあ、春の陽気ですわ。ちょっと頭の中もう花畑な感じも。窓開けておっぴろげたくなる気持ちもわかります。わかりますね、やっぱね。すがすがしい空気がね。よしよしよし、ファイヤー持ってんだから倒せばいいんじも。死にやすい面だからな。うん、あ、いけねえんだ。あそこで土管入れなくて滑り落ちたトラウマが恐怖がよぎったわ。わらわら、恐怖がよぎったわ。
あー風確かに強えな。外今風の音がすごい。ここ、はい、ヒタレさんありがとうございます。タヌキまだいんのかな。タヌ様って何食うの？リンゴとか？リンゴ、なんだろう、一応雑食で何でも食うみたいだよ、タヌキって。タヌキが大量発生してる動画とかさたまに、あ、まあ、前に見たことあるけど、集団でいるとやっぱ動物怖いねしかも檻の中とかさ、動物園とかそういうとこじゃなくてさ、野生にいる大量の動物はやっぱ人は
恐怖を感じるよね。野生のタヌキっているもんなんだねって思うわ、ほんと。タヌも木造住宅の屋根裏に住み着くのか。住み着くっぽいね、床下とかね。ちょっと、うっそ。やべ、ジャンプにちょっとビビってんな。場合によっては機材用意しておいた方がいいかもね。そうそうそう、昨日買い物に行ってマタタビは買ってきたんだ、マタタビパウダーは買ってきたんだけど、タヌキの石材は買ってこなかった。狼が天敵らしいよ、タヌキの。タヌキ住み着いたの？いや、住み着いてはいないけど、周辺にいるんだよね。居ついちゃったら、まあ、ちょっと困るからね。野良猫もいるしさ。野良猫とは仲良しだけど、タヌキとはちょっと仲良しには。マジかよ、狼買ってくるわ。マジで、もかさんいらっしゃいます。オオカミ売ってんの？オオカミって野生のタヌキが見られるってのもそれはそれで貴重な気が、まあ貴重は貴重だけどね。何年か前に車に引かれたタヌキ見たことのある。狂犬病とかあるんじゃないかな、タヌキ。そう、病気が怖いよね。あのかあとか皮膚病ね、回線病っていうさ。貴重なのと可愛いのはええけど、家に住みつかれるのは相当やばい。ちょっと怖いよ。43へのレッスン埋葬されたよ。タヌキは野生動物の指定受けてるから。あと糞尿で悪臭とか。そうそうそう。個人で勝手に捕まえたりなんかするのはダメらしいからね。まあ秘密裏に処理して燃えないゴミで出しちゃうっていうのもいいけど、処理できねえかんな。で結構でかいからね。猫なんかより全然でかいよ。捕まえることもあんまならないしさ。
保健所とかに連絡してもね。そうしてもね、野生動物だから。野生は何するかわからんからな。そう、わからんからね、赤羽の下のとこ。木造住宅で糞されると構造材が腐食するからな。そうそうそう。猟友会とかなら捕獲してもらえるのかね。もらえるのかね。ただ金、前に家にネズミが出てネズミの処理の仕方を調べたんだけど、これから毎日ヨモギを焼こうぜ。ヨモギを焼く。ヨモギ効くのかな。粘着シートとかで捕まえたときは水につけて56してから燃えるゴミにしてるんだって。そう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 、ネズミはね。ネズミは家に住み着くと最悪よ。最悪、本当だよ。まあ、野ネズミかつドブネズミだから多分前出たりしてたのは。猫が捕まえてきてびっくりしてこらって叱ったら、ネズミはニュースとかでも見るけど配線かじったりするからな。 うちはクマネズミ来たから。マジに来た。クマネズミでかいよね。木からボトって落としてネズミが家に住み着いた。それって捕まえて殺してないの？殺してないのかな。家として取ってきてボトって落とした瞬間に捕獲に数ヶ月かかったわら。猫はネズミを殴り56吸って言うからね。クマネズミは縦移動得意だから屋根裏から床下までバタバタ移動して回る厄介者。猫は相手が4沼でもて遊ぶから。遊ぶ。怖いな猫は。そう考えると、あー、じゃあうちにクマネズミだったのかな。で、カンコレグッズかじられて僕はネズミを地味たら56止血をしました。かじられた。ちゃんと お宝ボックスに入れとかないと。ガラスケースとか。でも見つけても相当捕まえらんないよね。素早さに関してはさ、もう絶対あっちの方が上だもんね。一応機材もしくは謎の電磁波マシンのおかげで追い出せたけど、電磁波マシン。どうしても狭い場所や手の届かないところに逃げますから ね、 逃げるからね。猫飼ってるし最初は逃げただろうと思ってたんだけど、2、3ヶ月経ってから悪臭とか気になって掃除したらネズミの痕跡があって。あった。まあ野生だからしょうがないけど、なんとかしねえとな。でタヌキの駆除もさ、ホームページつかググってみたら結構かかるのね。1万5000とか2万ぐらいするのね。業者に頼むと。ゴキブリホイホイあちこちに設置してから1ヶ月くらいでやっと捕まえた。捕まえた。あ、これダメじゃん。はい、出てる。もう今タヌキがいるからネズミは食われてんじゃねえかな。
とにかく家の中に入らないようにせんとね。そうだね。市役所とかに相談してみるのは、どうなんだろうね。保護野鳥とかは保護できるけど、タヌキだからね。普段使わないチェストの引き出しの中に入り込んで住み着いてたみたい。木造だとさ、近くに空き家がある場合はその辺をねぐらにしてる可能性大。引き出しの中の書類がボロボロになってた。わら。ネズミの、なんだろう、こう穴開ける力ってすごいよね。普通の木造のさ、あの板の壁、普通に穴開けてくかんね、あいつらね。野生からしたら、所詮木の板なんぞ、薄くて楽勝なんだろうか。歯がずっと伸び続けるんだっけ。そうなの。火事の原因にもなるよね。なるからね。皆さんも気をつけた方がいいと思うんだけど。近くに空き家、カモイに穴開いてたよ。開いてた。ネズミの牙は人間の皮膚も簡単に刺しますから。サクサク。怖いね。まあ、築60年だからさ、60年のトタン小屋みたいな家だからさ、もうそこら中隙間だらけなんだよね。そういう環境と逆に割り切って共存していかないといけないのかなとも思うんだけど。木造は屋根裏とかも不快になってるから、野生動物の絶好の住処だね。住処だよね。隙間だらけ。おたけびが外に漏れてるのでは。多分漏れてると思うよ。わら。最悪駆除業者呼ぶしかないのでは。まあね、本当によっぽどひどいことになったら呼ぶしかないよね。おたけびで追い払おう。追い払う。漏れてるんだ。わら。多分漏れてる気がする。だって隣の家の話し声とか聞こえるぐらいだからね。普通の家族団らんのさ。そっちが聞こえるってことはこっちの声も聞こえてるってことだもんね。6人がコミュニティをフォローしました。出たり入ったりしてるだけじゃないのこれ。鋼材のさ、板あるじゃん。あれをちょっと買ってきて、まあドアにさ、防音じゃないけどやろうかなとは考えてるんだけど、考えてるだけでも全然実行に移してないっていう。ながらなのに全然ミスしないのは恐ろしいや。わら。この辺はもう全然大丈夫だ。まだ大丈夫だもん。ごめん、前半までは。今日のコントローラーの調子はどうですか。今日はまあ、ちゃんと自動になれるし。昨日ほんとひどかったからね。
室内防音はコスト高いよね。まあ、高いからね。暖房地でもいいんだけどさ、暖房地は暖房地であれ結構いい値段すっかね。だったら自分でさ適当に箱を作っちゃった方が。あとパーテーションが去年の後半くらいからヤバくなる。やばくなる。暖房地目張りしないと音漏れるらしいで。漏れるのやっぱり。パーティションがね、で、ちょっと周り囲っちゃうだけでも結構、静音にはなるけど。隙間だらけだから。隙間だらけ。まあ、あれはまあそういう、ね、半分ネタだよね、あれね。パーテーション作ろうかな。ヤマハの音楽用防音ブース50万円から。しかもそれ 1畳ぐらいでしょ。本当に中入ってさ、立って、まあ椅子、ちっちゃい椅子入れれば座れると思うけど。発泡剤の板でちょっとパーティションみたいなの作ってさ、それをドアのそばに置いとけば多少は外には漏れないんじゃないかなとは思ってるんだけど。カラオケボックスからゲーム配信しよう。ゲーム配信する。カラオケボックスもなんだかんだ言って音漏れるよね。歌ってない時にさ、BGM 止まると、隣の部屋の歌声とかさ、外の音聞こえるよね、普通にね。怖っ。カラオケボックスで録音したら、まず隣の部屋の音入るよ。入るよね。確かに言うほど防音は効いてませんね。カラオケボックスあんまり防音効いてないよね。まあ、建物の外に出ないようにはなってるけど、中に関しては最悪従業員がガチャだよ。ガチャ外には漏れないけど、中はね、部屋同士の防音はあんまり効いてないよね。広告が設定されました。累計ポイント数が4300になりました。両ディスタンスレフィニッシュ、ありがとうございます。星空の下のディスタンスがね。あ、嘘、ちょっと。危ねえ。もう花火あげちゃうしかないな。第1くらいにランクインしました。
ごめん、後半から緊張がいろいろ走るよね。あと次だよな、次をなんとか地蔵で、地蔵を地蔵でお地蔵様に頼んで。ゲームによくやられるよね。いや超やられる。オッケーオッケー。あれフェイント使ってくるけど、それ無視しても地蔵になっちゃえば向こうから当たりに来てくれるかもしれないね。うん、あとポカミスさえしなければ大丈夫。タヌキだからってここの進むパターンは一緒だからな。うん、タヌキだと思って過信して違う動きをすると死ぬからさ。ダンボッチのレビューに暖房費の節約になりますって書いてあってくさ。まああったかいだろうね。あ、嘘、ちょっと。うん。オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと危なかったけど。ダンボッチって結構いい値段するっすね。するでしょ、ダンボッチ。中西さん、ありがとうございます。結構いい値段するんだよね、ダンボールなのにさ。よし。うん。親切なタヌキさん、ありがとう。うん。タヌキマリオはいいけど、リアルタヌキはちょっと勘弁だな。怖っ。上げとくか。うん。練習のつもりで挑め。
リアルタヌキは車に轢かれてたのしか見たことないなぁ。千葉でも結構ね、本当に引かれてるのはよく、まあよくってわけじゃないけど、うわまた猫引かれてるよと思って見たらタヌキだったってこともちょくちょく最近ここ10年ぐらい増えてきてる感じかな。あれって害獣になるんかの？いや自然まあ害獣にはなるのかな。状況によっては害獣になるかもね。畑荒らされるとかさ。新井さんは害獣みたいだけど。新井さん害獣なのがちょっとショックだよね。イカちゃんはこっちです。食害、家屋に被害を及ぼすから害獣かてだね。害獣かてになる、やっぱタヌキ。悲しいな、ほんと悲しいわ。世のナチュラリストたちはそういう家にそういうタヌキとかさ、新井さんが出た時どうするのか。カバン新井さん、僕と一緒に保健所に行こうね。行こうねってなっちゃうよね。マリオは害獣ってことで、マリオが害獣やめるのだ。害獣、新井の叫び、病気を持ち込んだりするから害獣かなと。まあね、結構クッキーは早いよな動きな。顔の女性は公認です。今だとタヌキ顔の女優ってどんな子がいるんだろうか。アイドルとか。あ、プロレスラーだけど、広田さくらの若い頃はタヌキ顔って言えばタヌキ顔か。ダンプ松本とかメイク含めてたのに何をするやね。まあダンプちゃんもそうだね。ブル中野もそうだよね、どっちかといえばね。女子プロレスラーは割とタヌキ顔多いのかな。そう考えると、知らないけど昔はそういう顔の人多かった気もするね。そうだね、昔のアイドルのタヌキ顔は誰だろう。菊池桃子とか。
ラムーのボーカリスト菊池桃子さん。せやね。だよね。そんな感じだよね。おお、危ない。あとまあ一番あれか、斉藤由貴とかもそうか。菊池桃子、斉藤由貴あたりかね。そりゃ土井もハマるわけだわ。まあ風間三姉妹の吉沢あけみさんとか、あと吉沢あけみはあれだっけ、あの南の陽子2代目の方だっけ。キツネ顔の人もそこそこいるからな。いるからね。タヌキツネとタヌキ。怖い。最後は一気に下からジャンプで。本田美奈子とか輪郭はシャープだけど顔立ちそのものはタヌキ顔だよね。昔は渡辺満里奈とか好きだったな。渡辺満里奈もそうだね。うん、ここはもう何でも可愛く、女の子なら何でも可愛くに見えてしまうのはもう年なんだろうか。うん、沢穂までは無理。沢穂までって。ジミさんありがとうございます。沢穂まで。ああ、沢さんか。なでしこジャパンの。沢さんがダメなら、レスリングの伊調さんとかもダメな感じ。やわらちゃんも無理。やわらちゃん。
若い頃のヤワラちゃんは性格的に無理。性格っすか。若い頃だったらワンチャン僕はあったかもしれないな。やわらちゃん幼い時は可愛らしい顔してて大きくなったらべっぴんさんになると思ってたガガガ。思ってた。うん。あとあれだよ、浅田真央だよ、浅田真央。たぬき顔の。最近でもないか、最近じゃないのか、のまあヒット、かわいいヒットといえば引退しちゃったよね。卓球の愛ちゃんもそういやそうだな。愛ちゃんもそうだね。愛ちゃんはさ、本当成長してからもその顔立ちの可愛らしさは全然変わらなかったよね。愛らしさというかさ。愛ちゃんいいね。愛ちゃんいいよね。足立由美タイプかな。足立由美。そうだね。顔立ちが成長してもあんまり変わらないっていう。愛ちゃんは顔立ちが子供の頃からほとんど変わってないよね。変わってないよね。愛ちゃんのね、こう一番、まあ、人気だったけど、デカハンマー強よ。ハンマー強いよ。もうさ、太も引きすんげー引き締まった太ももがさ、もうかっこよいよね、あれね。あの太ももすごい好きだわ。こうラケットをガッと構えてさ、そう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 。真央ちゃんもあんまり顔立ちは、まあ化粧と髪型で変わってくるんだろうけど、顔立ちそのものはあんまし変わらないよね。銀盤の新しいスターも生まれてるから割といいんじゃないか。その業界は。音に合わせてハンマー投げないでください。わら、危ねえ。ちょっとまあリズムゲーの側面もあるからね。うん、本番、真の本番はワールド7からだね。
うん。え、7はハンマーで結局行った方が良さそうだよな。まあ7の4かはファイヤーに変えるけど、水中火はもう無視した方がいいね。あっさり、あっさりいった、あっさりいった。ハンマースーツでのね、めり込みは割と、やりやすい、やりやすいんだけどさ、あの、タヌキのすり抜けがね、ちょっとね、精度落ちてんだよね。西日で暑い。暑い、暑い。そんないい天気っすか？75個目さんのところは。井上真央。ミモさんリズムゲーやったことある？リズムゲーね、やったことほとんどないんだよね。やってみたいんだけどさ、とりあえずパラッパラッパーから。全然当たんねえな。あとリズム天国ね。でもリズム天国といわゆるリズムゲーって違うよね。リズム天国もリズムゲーだけど、いわゆる一般的に、あ、音ゲーか、音ゲーとは違うよね。龍拳伝もリズムゲーですよね。まあ龍拳伝もリズムゲーだね。パターンだからね。シューティングゲームやアクト得意な人はやっぱ上手いのかなって。いやー、慣れの問題じゃないかな。全然リズムゲーはやったことないよ。だから巻き割りぐらいじゃん。あれリズムゲーって言っていいかわかんないけど。巻き割り、あとほら、あの Wii のさ、モンストリオとか、この間やったモンストリオとかリカちゃんとかさ、あとマスリコ更新曲か。あれリズムゲーって言えんのかな、マスリコ更新曲は。リズム天国と、まあパラパラッパーから続く音ゲーはちょっとやりたいんだよね。挑戦してみたい気持ちは割とあるのでね。ビーマミとかは判定甘めだから覚えて要素強いよね。強い、マジで。見てみたい。見てみたい。ビーマミもいいね。うん。あ、音ゲーでね、ちょっとね。そう、音ゲーの一番やりたいのはあれ、ギタースミスじゃんね、ギタースミス。あれもその手に入れないとな。まだ手に入れてないんだよね。ギタースミスは手に入れてないんだけど、違うギターものはちょっと安かったから手に入れちゃったんだよね。僕がやってたパカパカは譜面が単純だけど判定がめっちゃ厳しいのだ。厳しい。判定厳しいの辛いよね。実際にギターで弾くやつっす。実際に、そうそうそう。まあ別にいいんだけど、あのギターなんだっけ、あの Wii のさ、ギター弾くやつ、レスポールの形のギターコントローラー使うやつ、あれちょっと安かったからさ、ソフトと本体込みで。あ、嘘、なんでだよお前。今の当たり方、クラゲ、ここまでノーミス？ノーミス、ノーミス。今のクラゲの当たり判定おかしくねえか。なんであれで当たるんだよ。
ちょっと、うわー、まず、危ねえなぁ。実際のギターじゃ、コントローラー普通のさ、危ない。があったのでね、それをいずれやりたいと思います。今日達成したら初。でもちょっとね微妙な気がするんだよね。この後どうなるか。最高記録は1ミスでのクリアだからね。だからもう更新する、その自己ベストを更新するには本当にノーミスやらない限りは更新できないんだよね。ギターゲーは本物のギターつないでプレイするのか。そうそうそう、ギタースミス、プレステ3を遊び始めるのもそれが目的の一つだからね。プレステのあのなんだっけ、布袋寅泰のさ、あのピック型のコントローラーあるじゃん、あれはあるんだけどさ、7の7だな、7の7と、この前にこっちマントリンにピックアップついてるけど、これでプレイできるんやろか。できるんじゃないかな。あのシルクコネクターついてれば多分何でもいけるんじゃないかな、あの原振動を捉えられれば。ただマンドリン、あ、でも、あ、そっか、マンドリンは弦6本だっけ。多分エレキなら何でもいけると思うよ。あの、6本弦のエレクトリックバイオリンとかでも多分いけるんじゃないかな。6本弦、そんな見たことないけど。4本だけど超音の感覚が違うからね。そうそう、違うけど、でもできないことはない感じ。でもそのピアノコントローラー、ギターコントローラー、あとまあ DJ コントローラーあるけど、クラシックタイプのコントローラーってないよね。バイオリンコントローラーなんてすぐ思いつきそうなもんだけど、五線譜ならやれるかもしれんけど、タブ譜みたいなのは無理やな。無理かな。そんなニッチなものかやつおらんやろ。おらんかな。わら、昔のナシからさ、こうロック界にクラシック楽器を持ち込むっていう手法は今ポピュラーになってるから、いかねえな。今のダメなの？今のもダメなの？
いやあれダメ。これダメなの。今なんで？エレキバイオリンはこっそり浸透中な感じあるね。そうそうそう、エレキバイオリンの音結構かっこいいんだよね。ギターには出せない、なんだろう、 トーンっていうのかな、あの タッチで音を鳴らせるからさ。一応無事抜けた。あとはここだね。あ、ちょっと、さ、音から音色はいろいろ出せるよ。出せる出せる。いやまさかの空振りってなんだよそれ。うわーやっちった。だからここは通りやすくていいんだけどさ。このメタルバイオリニストって昔いたんだけど、彼は活用どうしてないのかな、もうな。アンプはあるけど Y は機械の使い方がよくわからんわ。とりあえず助かった。こないだみたくなんかまたやりそうな気がするな。最後の砦で1ブロックの足は乗れなくて落っこちるっていうね。ここ羽ないんだもんね。全部フラワーだもんね、パワーアップね。しかも開幕その1個 の、まあ、あのクッキーがさ回ってるところもう入ってすぐだからね。ステージ始まってすぐの場所だからね。その先に葉っぱはあるけどさ、これ葉っぱじゃないもんね。砦にも本当難しいわ。ここね。怖い。今電子楽器ええな。夜でも練習できるし。そうそうそう、イヤホンでね。ちょっと危ねえな。
アンプ通さないと割とやばい音色になるので4にたくなるけど。静かなる。いや、もういいや。突破にしちゃおう。まだあるからね、まだあるからね。最近はサックス、バグパイプなんかもエレキ版があるね。エレキ版がある？管楽器のエレキ版ってすごいよね、考えたらさ。あ、でもウィンドウ、あれシンセかの応用なのかな。怖い。うん。よぶねえな、ちょっと。OK。あとはこいつに勝てればだね。エレキバグパイプとか誰が使うんだよ。スコットランドでしか需要ないだろ。まあないよ、ね、とか思うけど、ある。ある。怖っ。手軽にその音を出せるっていうのが大きいよね、エレキだと。怖え、ドキドキしてきた。荒ぶんないでくれよ。うん。手に汗かいてきた。おっせんな。オッケー。オッケー、よし。うん。あとはいつも通りワールド8やればいいだけだよ。ノーミスクリアが見えてきた。でもね、まだわかんないからね。ポカミス。ポカミス詐欺判定。いつも通りでいいんだよね、いつも通りでね。やっぱり高速戦艦ですかね、危ないのは。高速戦艦、そうだね。
タヌキでのあそこの何進み方はもう分かってるんだけど、緊張がね、怖えな、近すぎだよお前。すげえな、処理落ち。よし、オッケー、後ろ行った。わかんないようにしねえとな。この後のさ、モグラがいっぱい出てくるところ、怖っ。怖えな、危ねえな。やっちゃった。厳しいね。これで高速戦艦をタヌキで行けなくなった、まあ、早め早めで。いや危ねえな、今の。今踏み外しそうになったよね。ずれかかってたよね。危ないな、もうちょっとやべえな、このずれが危険かも。うわー、そうだよ、あれじゃん、ブクブクのところも飛べねえじゃん。ブクブクで死ぬ可能性高い。大事なんだね。大事。これ多分死ぬ気がする。うわー、ほら汚ねえなー。ファイヤー取ったまではよかったのに、あれ汚いよね今のね。ああ。したら高速で終わるわ。ここで阻まれる予感大だわ。ちょっと一服タバコ吸いながらやろう。落ち着いて、笑。
うん。あ、出なかった。怖っ。行った。行ったけど、ブンブン。また踏み外さないようにしないとな。オッケー。ドキドキだわ。心臓バクバクだわ。でも跳ねねえんだよな。跳ねねえんだよな。次のキノコ取ろうとして死ぬ可能性が一番高い。あぶねえ。出てくるの早すぎだよ。ちょっとタイミング合わねえ。お願いします、お願いします。そう、ほんとビビってんね。あっと、危ねえ。うわ、ちょっとよし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 、あぶねえ、怖え。2はもう大丈夫だけどさ、怖い怖い。落ち着け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 。うん、ミモさんのプレッシャーがよくわかる、わら。今最後のさ、着地落ちたかと思ったもん。ジャンプもうわ低いと思ってさ、音符ジャンプ低くね、低いんじゃねえと思って。よし、あとは戦車だね。戦車は爆弾のところ。あ、その前にここがあるか。ここはでもパワーアップ、ノーミスは後半の重圧がやばいよ。ここはまあパワーアップ豊富にあるからリカバリー効くから慎重に行こう。ただまだブンブンだからね。オッケー。うん、あと戦車、戦車の先判定が一番怖いわ。ここね、まずここ。オッケー。次。いやー！
これクッパ城で終わるかもしれない。うわまさかのスパナかよ。ちょっと慎重に行き過ぎたね。怖え、今死んでるよ。結局チビで行くの。いやー厳しい。だってクッパあそこ下から行くの全然慣れてないからさ、死ぬって、絶対死ぬって。絶対落ちて死ぬって。パープキノコないんだもんね、あそこを抜けないと。こわっ、こっからだね。から行くか。オッケー。首の皮一枚つながった。また一段ブロック、一段足場か。はい、よし。おし、着いた。オッケー。あとは変なクバ動きすんなよ。あ、やばい、体が揺れてる。緊張で体が揺れてる。これでまた一瞬落っこちないように気をつけないとね。はい、よっしゃー、オッケー、やったー。心臓バクバク、わらわら、おパチパチパチ、やったー、パチパチ、ありがとうございます、ありがとうございます、パチパチ、ありがとうございます、パチパチ、ありがとうございます。1時間41分58秒、やったー、ディスタンス達成、ありがとうございます。やったね、最後やばいよね。ワールド8入ってからやばくねえか。来たー。1時間41分58秒。1、41、58で達成、終わった。やっと終わった。よし、今週中に終わらせたいっていうフラグを見事ぶち破りました。やったー、もうね、久々だ、再生の連続でしたね。危ねえよ、余った、すげえな、余っちゃったよ、どうしようか。そしたらどうしよっか、ファイヤーでクッパ倒す練習とかする。やったね、クリアした。
一回できればまたできるようになるからさ、やっぱ頑張りたいね。今後何かマリオ3があった時は。8の1の音符ジャンプだよ、音符ジャンプ。あれ絶対落ちたと思ったもん。だからもうがっつり右と B と連ボタン連打、ジャンプボタン連打でさ。これは2周目はないんです。2周目ないんだよね、マリオ3は。いやー辛かった。